うん、リズムが読めてる。多分それクッションのやつのバンテージ取ったらもっと多分できるでしょうね、はい、そのクッションの分があるもんで余計にやりにくいですからね。そうなんですよ、それはなかなか力のそうそう加減が難しいですよね。そうなんです、素手やったらそのままポーンっていくんですけど、スポンジが入ってるもんね、そんな感じ、変なウレタンか何かが入ってる、はい、衝撃を吸収しちゃうんですまあでもそれでもちゃんとやれてるで、はい、おいいね、もうめっちゃもらってる。右腕ですよね。右です。ああ、そうなんですね。でも左をめっちゃ使ってるもんで、左がスムーズに出てるし。そうなんですよ。左だけ速いんですよ。ですよね。なんか、力みがないのとか。こうやって見てると、なんか左利きみたいに見える。あの左の方が速く見えるもんで、はい、まあ、リズムが多分左の方が取りやすいか知らんけど。そうっす。右の方がなんか力を多分調節しとんのかな。その逆に強いから。強く打っちゃうというか。左の場合ってなんか、全然調節してる感じがないですもん。はい、全然。上見た感じ。トントントンって打ってる。右はなんかこうリズム取って強く叩いたらあかんなみたいな感じの、はい、そう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 、いいね。左を要はジャブとかフックとかずっと左ばっか使ってるものだからさ、多分それやと思うんですけど、はい、あと左ちょっと肘骨折した時が あ, あーなるほどね、はい、なんで左は、はい、要は使う機会が多くなったってことか、はい、なんでお前もまあ、リズムをつかめますよね、そっちも。おい